308番です。まず電波だけを加えた時の問題が1番です。上プラス下プラス、電波の向きはプラスからマイナスの向きに E0 です。横の長さは L、この電波の中に V0 の速さの電子を挿入します。そうすると水平投射運動をして電波から出る時の速度の向き、ここが30度と書いてあります。横向きの速度は横向きには力を受けません。 Z 軸方向には力を受けませんから V0 のまま出ますが、 Y 軸方向の VY は上向きに加速をしますから、初め0ですが上向きに VY の速度を持つようになります。まずは途中にある電子が受ける力、電波から受ける力 QE ですから EE0 を受けて上向きに加速をします。この加速度を求めましょう。運動方程式は MA イコール F に代入して M かける A は EE0 よって加速度は M 分の EE0 です。したがって VY はVY イコール V0 上向きの速さ始めはありませんから0プラス AT A は M 分の EE0 です。時間ですが、時間は Z 軸方向横向きの時間、等速の時間で求めましょう。 T は L 割る V0 です。等速運動ですから距離は速さかける時間です。これを代入します。これが VY です。VZ は V0 ですから、これとこの比がタンジェント30度。V0 分の、ここが V0 ですね。V0。MV0 分の EE0L がタンジェント30度、ルート3分の1です。はい、E/M 見つかりましたね。E/M は、E0L ルート3 E0L 分の V0 乗となります。2番です。電波と磁場両方を同時に加えました。さあ、スクリーン上のこの出たところにスクリーンがあるんですが、どの座標に電子は到着するでしょうです。まず1番の電波を加えたことによってプラス側に引かれますから水平投射をしてここに行きます。それがこれですね。これが Y 座標ですね。電波によってここに行きます。さあ、磁場 N から S 下向きの磁場によってこの電子はどう動くかっていうと、ローレンツ力を受けて円運動するわけですね。はい、磁場が紙面表から裏向きです。この絵を描いています。上から見ていますね。この絵は上側からこの紙面の、この N 側から S 側に向かって見ています。で、電子は Z 軸方向に進んでいますから、電流左向き、磁場が紙面表から裏向き、力、ローレンツ力は X 軸方向に受けています。したがってこの先に中心がある円運動をするわけですね。ここに行きます。ここ円運動をしてここに行きます。この場所を求めましょうという問題です。まずこれは半径求めましょう。MA イコール F 等速円運動を解きます。中心向きに加速度を、半径を R とすると R 分の V 乗M かける R 分の V0 次乗はバーベキューです。V が1個消えて、R は BE 分の MV0 となります。それで、この X の距離はとても小さい。どっかの問題でありましたね。広半径が R あります。ここ小さいと置いて、この三角形について、三平方の定理を作ってみましょう。この距離 R-X ですの2乗プラス、横は L です、 L の2乗イコール斜辺 R の2乗。展開すると
R2 乗が消えます。それからこの X は小さいので2乗するととっても小さくなりますから、これも0と近似します。そうすると、X は 2R 分の L 次乗となります。この R を代入して 2MV0 分の BEL 次乗、これが X 座標です。ちょうど、磁場によってここは円運動していくんですが、ここに来るわけですね。この距離が、この距離が X です。それから先ほどの、電場によって上に水平投射したこの距離が Y です。Y 求めておきましょうね。ここですね。ここは、上向きの等加速度運動の距離の式。V0t プラス2分の 1at 乗。上向き Y 方向の V0 はありませんから、2分の 1a。t 次乗、t は v0 次乗分の l 次乗、これが y 座標です。したがって、電場によって y 方向に曲げられ、磁場によって円運動、x 方向に曲げられた、ここに到着するわけです。ここの座標は、x 座標が磁場によって曲げられた、これですね。2mv0 分の bel 次乗、 y 座標が電場によって曲げられた、これですね。 2mv0 次乗分の ee0l 次乗となります。3番です。実際には v0 が一定ではない。ここの入射する v0 がいろいろあるので、いろんな電子を入射させるとスクリーン上の衝突点はこの1点ではなく、少しずれた点、いろんな点に、電子がぶつかるわけですね。そのぶつかる場所の外径を書きなさいなんですが、今分かったのは、V0 という値であれば X 座標はここ、 Y 座標はここなんですが、この V0 が変わると1や2や3やに変わると X 座標 Y 座標が変わります。それを式にしましょうですから、 V0 を消しましょう。上の式 X 座標から V0 は 2MX 分の BEL 次乗です。これを Y の式に代入します。Y イコール 2M2MX 分の BEL、 この2乗分の EE0L 次乗。これを整理します。B 次乗、E、L 次乗、2M、E、X 次乗となります。Y と X の関係が2次関数ですから、Y と X の関係が2次関数なので、このような場所に電子がぶつかるということになります。